信行花は信行土屋ナイツザ・ラディオショー。時刻はお昼の1時になりました。こんにちは、ナイツの土屋信行です。花信行です。月曜パートナー平野ノラです。ナイツザ・ラディオショー、今週もよろしくお願いいたします。お願いいたします。プレバトね、はい、人がやっぱ強いんだな、三つ目さん、カオルさんの優勝。先週の木曜日プレバトの3時間スペシャルに出まして、大量バタアートコンクールで土屋がまたしても2位ということ。2位です。ずっと2位です。ずっと悔しいですよね。プレバトのディープボンドって言われてます。ディープボンド、天皇賞春連続2位でおなじみの、ね、連続2着。三つ目ね、カオルがいる、はい、いる限り。三つ胸さん強い。三つ胸さんは強い。世代だね。同世代に来た。同世代じゃないけどね。だいぶ年下だけど。下だけど。この世代に生きた不運ですね。そうだよ。三つ胸さんがいる限り。同じ時代にいた。強い。タイトル取れないです。強すぎるよ、はい。そういうことです。これはタイトル取れません。メールも来てます。かよよんさんです。プレバト見ました。土屋さんに惜しかったですね。テレビの前で応援していましたが、また。三つ胸さんに負けてしまい本当に残念でした。三つ胸さんのデザインや画力はすごいですね。土屋さんの大量バタもカラフルで迫力がありました。稽古師匠が小さく書いてあって可愛かったです。今度こそ優勝できるように学校で勉強してきてくださいね。ありがとうございます。大量バタも勉強しないとね。完璧でしたよ。確かにもう調子の漁港だから。これも稽古師匠出身だから。調子なんだよね。調子出身だからね。それはもう稽古師匠を書いて。で、金目鯛が取れる金目鯛の目を。めっちゃいいじゃん。その中にでっかく書いてという。これもアイデア完璧だなと思って。完璧です。似てますね、稽古師匠。稽古師匠もいいでしょ。かわいいしね。そう。なんかめでたい感じするでしょ。いいです、いいです。七福神みたいな感じで見えるから。でも、これでも勝てないんだ。でも勝てない。三つ胸。三つ胸もやばいよ、本当に。知らないでしょ。ラジオやってないでしょ、三つ胸。15時間やってないから。やってないでしょ。三つ胸さん。15時間はラジオやんなかったら勝てたよ、それ三つ胸。ねえ。ラジオない日にやってた、ね。毎週土曜日やってる。土曜日5個曜日やって、俺たちはね。来週。三つ胸やってないんだけど。ラジオない日にやったけどね。営業行ってないでしょ、三つ胸。行ってないでしょ。早坂営業入ってる？入ってないでしょ。それ別にマイナスじゃないから、このプレバトルが。むしろプラスだけどね、営業中。営業中かけるから。そう、でもこれはもう一日で書かなきゃいけないやつだったからね。すごいですね。一日これ書くの？もう金曜日何にもない日に一日行って書きました。そっか、プレバトってもうそうなんだよね。そうそう。でもすごい楽しかったですよ。じゃあもうこの作品はお家に飾ってあって。これは漁港にプレゼントですね。はい、旅行にプレゼント。横山丸さんに本当に飾ってもらう、はい、本当にもうあげてもらうんで、大量に。それはよかった。うん、それがいい。それがいいよね。うん、それはいいよ。まるでなんか、過去に作品をもらえないで番組が預かってるみたいな顔してましたね。それを、プレバトラジアだと、ノリちゃんそれを言いたくなるから、ね。はい、すいません。水彩画とかもね。ここ、はい、ここ水彩画。とかは、はい、そうです。まあ、何十時間かけて、そうです、そうです。はい、書くんですけども、その作品は、番組が持ってきますから。アート、なんかストーンアートもね、持ってかれてますけども、どこ行ったんでしょうか。それが痛くなっちゃうけど、それが気になっちゃうからね。気になっちゃいますね、ちょっとね。プレバトというと。プレバトといえば、ちょっと、ね。見てる人そこ気になってないから。気になってないですか？そうですか？はい。横山さんが、はい、喜んでくれました。横山丸の。うん、横山丸。よかった。船長が喜んでくれたんですよ。喜ぶでしょう。何よりですよね。金目鯛取れるんだな、千葉でも金目鯛って取れるんだね。取れるんだね。なんか、静岡のね、イメージあるもんね。金目鯛。金目鯛ってさ。そうなんだね。あとアドマチが、アドマチも出ましたよ、ね、今週は出ましたよね、土曜日。小田原の高橋さんです、はい、5日のアドマチック天国船橋市の会見ました、うん、土屋さんの有馬記念の2日前から並んで開門、開門と同時にこけたエピソードで、ゲストの日向坂46清水理央さんが弾いている姿が面白かったです。弾いてたんだ。放送では流れなかった裏話などありましたら教えてください、うん、アドマチク天国。アドマチ出ましたね。船橋出身だからね。だから中学まで住んでましたから。船橋の1位がララポートだったね。やっぱりね。ララポートが強い。船橋といえばね、ララポートですよね。ただそのララポートが、できた、できる前のあそこの土地に、船橋ヘルスセンターっていうのがあって、それがすごかったらしいんだよね、何しろ。で、健康ランドみたいな。そのスタジオにいる山田五郎さんと峰竜太さんは、
船橋といえばもう船橋ヘルスセンターだ。で、なんか全部入ってたみたいですね。船橋ヘルスセンターの遊園地とか。うん、すごい。で、もちろん温泉とかそういう施設もあって、で、舞台があって、サーカスやったりとか。なんかそういうのがもう全部もうそこに入ってたから、もうなんか週末遊びに行くって言ったら船橋ヘルスセンターだみたいな。そうなんだ。ところだったらしいんだ。なんで今なくなっちゃったんだろうね。もう70年代にね、もうなくなっちゃったらしいんだけど。もうほんとバブルもう前のもう全然もう高度経済成長期にバーッつってそれがもう大人気だったんだけど、一気に急にお客さん来なくなって。今60代ぐらいの人か、じゃあ行ってる。だね、多分ね、その辺の人。50年ぐらい前だもんね、だってね。うん、手ぶらでスキー、ザウスも船橋ですもんね。そう、ザウスも。なんか船橋ってそういう街だったそういう街、ね。だからやっぱまあ距離的に東京近いし、でも千葉の周りとこう土地もこう広くて、うん、で、海も近くて、はい、みたいな感じで、うん、結構やっぱ人気のスポットができやすい。IKEA の第一、1号店も船橋だしね。あ、そうなんだ。うん、今もあります。あそこの駅ね。うん、すげえな、船橋。競馬場もね、競馬場もあるし。競馬場も今まだに2つありますし。うん、そうですよね。でもオートレースとかもあったしね。30位まではないでしょ、でも。20位。あ、20位まではないでしょ。今、アドマチ20位。20位、あるわ。20位はあるでしょ。20位、20位なかったらアドマチやんないで。船橋。20個はやる。ね、面でも全然あるよ。40位ぐらいまで行けたぐらいの。え、でも、俺本当に何回も出たことあるんだけど、はい、本当4つぐらいしか書くとこないんだよ、俺。あれ、あの街って。あ、そのアンケートで？わかんねえんだよな。最新の店とわかんないもんね。まあ、俺もだ、中学までだったから、知らないお店いっぱいあったけど。わかんないよね。ありますよね。で、まあ、でも4つぐらいしてればいいのか、別に。うん、アンデルセン公園知ってるでしょ？アンデルセン公園は有名ですよね。あれ、あれもともと俺子供の時はワンパク王国って名前で。え？ワンパク王国から？そう。ああ、それはいいね。それだけでもいいもんね。なんか、アビコとかのから行かなかった？ワンパク公園。え？近い？いや、近くないか。車がなかったからね、うちは。あ、そうなんだ。はい。ワンパク公園めちゃくちゃ行ってたよ。だから車がないから、逆に上野とかにはよく行ってたのよ。ああ、そっちにね。常磐線で。あ、なるほど。遊び行くとしたら上野のアメ横とか、ああいうのに子供の頃よく行ってたけど。そうなんだ。そう、だからアンデルセン公園は最近知った子供ができて、そう、今ね。最高にいいらしいんですよ。そう、だから、アンデルセン公園になってからすごい、こう、県外からもいっぱい来る。なんかちょっと、まあ、人気の、やっぱスポットになる。広いね、土地がね、船橋って、そう考えると。船橋、まあ、そうだね。主に、駅前とかだけど。アンデルセン公園でね、アスレチック。アスレチックとかあるんだ。アスレチックがもう100種類以上あるから。ああ、嬉しいな。そう。ありがたいですね。嬉しいでしょ。ドラちゃんちの子供だって。もう、バブ子なんかだって筋肉質だって言ってたじゃん。筋肉質です、もう。筋肉質って、まあそうです。めちゃくちゃやっぱ筋肉すごいそれでもずっと動き回るって、ね。ずっと動いてますから。絶対アンデルセン公園行った方がいいよ。ね、そうですね。うん、最近すべてのことに、はいって返事しますから。あ、いいね。はい。はいって。はいって、エレベーターが閉まります。はいって。そういうのに答えちゃうんだ。答えます。機械音にも全て。はいって。かわいいね。かわいいね。いつも一緒乗ってる大人が笑うっていう。いいね。だから飛行機とか乗ったら全部返事しちゃう。全部返事しますね。こんばんは。はい。そうだね。全部。全部。かわいいね。かわいいですね。船橋か。だから、統括だけじゃなくてね、その船橋の勝南も、やっぱ盛り上げて。勝南ですよね。思います、やっぱり。何人何十万ぐらいになるね。人口50万ぐらいいいのかな。船橋が千葉の中では2番目に多い、うん。千葉市の次ですか多いです。はい。だからそのなんか、正直俺は船橋住んでた時はね。はい。まあ俺の、あれだよ。こう気持ちですけど。はい。千葉市の方がまあ人口は多いし、うん、県庁所在地ではあるけれども、船橋の方がまあ東京に近い分、うん、ギリ勝ってると思うんですよ。その気持ちあるでしょうね。はいはい、その気持ちあるでしょうね。正直、なんか千葉っていうのはもったいない感じがして、なんか船橋。限りなく東京に近い千葉。船橋にいるのに、千葉の船橋っていうのがちょっと悔しかった。なるほど、なるほど。もういいです。そういう気持ち大事にしたいですよ。大事だから。東京の周りの、そのなんかベッドタウンとか住んでる人って絶対そういうとこあると思う。あるある。絶対ありますよね。なんか。こう千葉と船橋って微妙にそんな感じなんだ。確かにな。八王子よりもだって船橋の方が近いんじゃないの。ああ、東京との距離、まあそうかもね。そうだよね。東京駅からだったら絶対。
船橋の方が近いんだ。どこを起点とするかなけど、まあ、東京駅とか新宿を起点とすれば八王子かもしれない。うん、あ、まあ、そっかそっか。確かにそうですね。柏は多いよね、でも柏も。あ、柏もそうですね。柏は。どうですか、柏のことはどう見てるんですか。船橋から。船橋から。すごいいい戦いだと思うんですけどね。これはもう、はい、その、まあ、中学まで住んでた僕の、はい、イメージですよ。はい、正直、眼中になかった。正解です、それ。なんだよ、正解です。そういや、これごめんなさい、本当に。正解、それは正解です。船橋ですから、こっちは。はい、確かにそうですね。ね、だから後半、ね、申し訳ないですけど。でも後半ですよね、柏結構、ほら。柏伸びてきたのは感じた。バットガンができてきた。タウシングエール世界から伸びてきた。ある、そういうある。ラストチャンスから伸びてきた。そういうので意外とあるから。ミュージシャンの街だから、ね。確かに確かに、ね。途中から、でもそれもだってもう高校ぐらいだもん。もう、もう千葉、うんうん、中学からもう卒業しちゃって、もうあの、引っ越しちゃったから。引っ越しちゃったからね。それまでは正直もう柏も、はい。まあ、柏も一回、俺のイメージは越そうとしたよ。うん、だけど、ふなっしーでまた。あー、わかるわ。最近また、あの、草薙くんと一緒に CM 出て、また、ふなっしーがバンチした。ふなっしーの人気すごいから。でも、まあ、一応、あの、千葉の渋谷って言われてましたから、柏は。パッパラ大佐もいるしね。千葉の、パッパラ大佐もいるし。東京、あ、千葉の渋谷って言われてたんですよ、柏。千葉の渋谷が柏。だから、要するに、ちょっとおしゃれだね。おしゃれな街だったし、うん、バット館っていうのができたんですよ。あの、なんていう、なんだろうな、柏って何があったかな。バット館っていう。デパート。そう、祖母とか、そう、バット、丸いみたいな、丸木、うん、バット館っていうのが、バット館っていうのができたんですよ。で、私は、うん、あの、金町だったんですよ。うん、隣が松尾で、千葉県。うん、で、家から、あの、金町駅から徒歩50分ぐらいのところに家があったんですね。徒歩ね。徒歩50分ですよ、皆さん。徒歩50分ぐらいに家があって、うん、ちょっと行ったらもう、あの、埼玉なんですよ。うん、なんですけど、東京であるという、うんうん、私は東京人であるっていう誇りを、葛飾の誇りをもうギリギリ持ってたんですけど、うん、はい。渋谷に行くのは遠いけど、うん、柏に行く、うん、そうそう、千葉の、常磐線で。はい、千葉の渋谷だからっていう意味で、うん、私は渋谷に行ってるっていう気持ちで柏に遊びに行ってました。渋谷行けよ。はい、やっぱ西日暮里が乗り換えてね、遠いんだ。葛飾からは、はい、遠いんだ。渋谷になっちゃうんだ。いやいや、山手線小旅行なんだ。日本で行けるって行けるだろう。渋谷行けるだろう。遠いんだ。うちの神さんは葛飾から渋谷行くタイプだった。そうでしょ。ガチだったから。普通はそうだから。ガチだったから。普通は東の。何ガチだったから。ガチの人だったから。奥さんガチだから。お花じゃガチだから。ガチ勢だから、お花じゃ。なんだ、ガチ勢だった。ガチ勢だった。下町のガチ勢だったでしょ。昨日の構想に負けたやつが柏の。そうそう、柏で満足して。そうです。それで渋谷行ってるよっていう顔して。ああ、そうなんだ、はい。柏にもいたのかな、そういう、なんか。いたと思いますよ。代表みたいな。柏は多分、そうですね。結構最先端。あゆみたいに、今、いたと思いますよ。発信地だ。発信地です。はい。ちょっとだけ時差ありますけども、渋谷。実はちょっとだけあるんだよ。ちょっとだけやっぱありますけれども。千葉の渋谷だったんだ。大体、はい。千葉の渋谷は柏ですから。じゃあ、アビコっていうのはどういうとこになるんですか、一応。アビコはもう。柏が渋谷ですから。原宿ですか、アビコは。アビコは申し訳ないです。本当眼中ないですね。いや、ふるさと大使なんですよ。これはだって。大使ですけど。いや、そう、千葉県の中でね、はい、千葉市があって、船橋市があって、はい、今ようやくその柏が来たってところですから、その中にやっぱり入ってこれないです。アビコは申し訳ない。うなきちさんいるうなきちさん入ってこれないです。沼とか言っちゃってるからすいません、本当に。手が沼とか言っちゃってる。すいません。沼いいじゃないですか。沼とか言っちゃってね。これはそうですね。すいません、これは。やっぱなんかそういうのが、なんかしんねぎあるんだよね。ありますね、やっぱり、ね。町のこれね。別に何も自分はやってないんだけど、ね。やってないしね。何のあれもないんですよ。先人の人がやってくれたんだ。やってくれた、ね、関係ないけどね。俺たちがララポート作ったわけでもないし。関係ないんですけども、ありますね。ただ乗っかってるだけだから。本当の渋谷の人からしたら何をやってんの千葉県で何をやってんだって話だよ。どうぞ、謝ってください。渋谷の町を作ったんだ。あ、そうなんだ。そうなりますね。私は葛飾区なんで。やっぱりいろいろその、うん、葛飾区は品があるよねみたいなのがあるわけですよ。やっぱり墨田区、葛飾区の方が品があるよねみたいな。全然イメージがわからないです。そういうなんか本当にどうでもいいことをやってますね。港区とかだったらわかるけどさ。ね。やっぱり墨田区にそう。そういう話を、やっぱ俺もアド待ちでしたけど、まるまるカットされた。カットされた、そうそう。偏見の。そういうのは、そういうのはいいんですよ。今の時代はもう古いんだから。古いし、あのちょっと偏見のね。船橋はいいとこだね、で。そう。住む話なんです。そのなんか、どこを下に見てるか。はいはい、そういうのももう、なんか最近なくなっちゃったんだ。なくなっちゃった。一時期。なんか。
なんか、そんなのいっぱい出てたじゃん。なんか、東西線バーサスなんとか線で、はい。そうそう、まあ、そうだよね。そうアンケートも書くことないんだよ、もう。そうなんですよ。なんとか線の嫌いなところとか。そうそうそう。別にねえよ。ああいうのももう今、ホワイト社会で、もう言えなくなってくるんだ。そうそうそう。だからなんか、なんかスカイツリーができてからのセミダクのあの感じの感じね。いやーねっていうのも。上から見下ろされてる感じが。葛飾区民からすると。葛飾区民からするともう、そういうの言えないから。そういうの言えなくなっちゃったからね。そうか。なんか、スカイツリーって、出来上がったかっていう葛飾に欲しかったでしょ。葛飾に欲しかったですよね。立ち上がったか、葛飾に建てるとしたらスカイツリー。水元公園あたりにバーンと、水元公園あたりにバーンと。水元公園はいいけどね、立ち上がるけど、ねえ、ちょっと遠いな。変わっちゃうじゃん、街並みも変わっちゃうから。確かに見上げちゃうからな。見えないんじゃない、ここから水元公園にスカイツリー立っても見えないんじゃない。その区の良さがあるからね。ありますからね。中途半端にさ、やっぱりこう嫌じゃん。そうですね。練馬は練馬の良さがあるのに。練馬の良さ、練馬の良さってあるじゃん、やっぱり公園が多くて緑が多くてみたいなさ。うーん、なんだそのハリーポッターもあるし、公園が多い、ハリーポッターもあるし、豊島園でしょ、豊島、もともと豊島園でしょ、豊島園ですよね、ハリーポッターあったんでね。今ちょっともう眼中ないっすね、今のところ練馬も。あ、そう、戦ってもいいけど、悲しいな。戦ってもいいけど。悲しいな、このマウント。このマウントね。街のね、街のマウントね。三国時代とか生まれたんだろうな、わかんない。ああ、そうかもしれない。G5、そういうふうに。G5、飛んで埼玉。本当で、飛んで埼玉の話だよね。飛んで埼玉の話です、ね。飛んで埼玉だね。本当だよ。本当ですね。まあ、奄美大島で昨日営業でした、我々は。大阪営業。大阪営業で、はい。いいとこでしょ。初めて行きましたよね、奄美大島。奄美大島ね、本当にいいとこだよ。前乗りできてね。まあ、ラジオ終わってから行ったから、はい、まあ、ちょっと夜でしたけど。そう、夜7時ぐらいですか、うん。奄美行って、美味しかったね、あの奄美料理のお店。奄美の料理は、まだ沖縄の料理に、なんか食材とかは近いけど、味付けが沖縄よりも、こう、癖がない感じというか。それもみんな言ってた。ね、それがまたいいのかな。根津さんも言ってた、根津さんも。美味しかったな。なんか、和の味付け。より和っぽいというか、のが甘みだっつって、すごい美味しいっつって、ご飯も。そうですか。結構ね、美味しかったね、甘み。お客さんもいいお客さんだったからな。そうはね。そうそう。花さんはだからね、奄美大島、親戚がいるから、あれだもんね。そうなんですよ。そうなんですね。静尾さんの実家だもんね。静尾さん、だから義理の父。あ、そうなんですか。だからうちの奥さんも結局静尾さんの、要するに子供だから、まあ奄美の血が入ってるから。なるほど。うちの娘たちも奄美の血が入ってるから。はい。で、去年、やっぱルーツだからっつって、はい、家族全員連れて奄美旅行に、去年の春休みに行って、それ以来だったんだけど、まあ、あの、静尾さんのお兄さんの幸男さんとか、はい、あの、いとこ、うちの奥さんのいとこでね、とか来てくれて、はい、あのいろいろ話したんだけど、はい、その春休み、去年の春休みに奄美行った時に、うん、静尾さんと僕っていう本を僕が出したですね、うん、はいはい、その時の、うん、イラストを描いてくれた、はいはい、チャズさんっていうイラストレーターがいらっしゃるんですね、うん、でこのチャズさんが奄美に住んでたんですよ、はい、まあ、それもあってお願いしたんですけど、うん、でそのチャズさんがもともと東京の人なのに、うん、奄美にこう旦那さんと別居してずっと住んで、うん、そこで漫画を描いてるみたいなのを映画にしたんですね、うん、はい、国武彩さんっていう人が、はい、映画監督になって、うん、その映画を撮った監督の国武さんとかと、あの要するに僕 本の関係でつながってて、うん、それで去年の春休みに国武さんとかに連絡して家族で奄美行くんで、はい、つってそこでいろんなとこを国武さんここいいでしょとかって勧めてくれたんだけど、はい、ちょっともしあれだったら奄美の、あのラジオにちょっと出ませんかって言われて、はいはいはい、それで俺もそういうの好きだから、うん、じゃあ出ます出ますつって地元の FM 奄美みたいなやつに飛び入りで参加したりしたんだけど、その流れで奄美ってそうもう言ったら狭いから、はい、なんか奄美テレビの人が、うん、奄美テレビ出てくださいよみたいな感じで、うんうん、でそのまま奄美テレビも、はい、まあ出て家族旅行中に出てたんだ、そう言ってましたね、懐かしい、家族旅行中に、はいはい、だから俺が収録してる時子供がもう死んだような顔して、うん、iPad をいじってたんだけど、その顔忘れないんだけど早く終わるみたいな感じ、うん、でその奄美テレビの MC をやっている、はい、浜崎良平さんっていう方がいらっしゃるのね、はい、その、うんうんうん、
夫が、うん、イマルさんとかの今番組やってる。あ、イマルさんも奄美に住んでる。イマルさんは、うん、今パートナーが奄美出身、奄美のハーフの方なんですよ。めちゃくちゃイケメンの、はい、なんかこうクリエイターの方と今奄美に住んでて、はい、でそのイマルさんの番組とかもやってる人で、うん、でその浜崎さんとその時連絡交換して、うん、また今度奄美来たら飲みましょうねって、うんうんうん、まあ、言ってたから、はい、あのその土曜日に奄美行った時に、うん、まず浜崎さんに連絡したのね、はい、そしたらちょっとあいつでも連絡くださいって、こっちはこっちでいつものメンバーで飲んでますんでみたいな、うんうん、で僕はちょっと早坂さんという、まあ、営業のメンバーで今飲んでるので、はい、ちょっとこの飲み会が終わると遅くなっちゃいますよ、あ全然いいですよとかって言って、うん、でこの早坂さん飲み会が9時45分ぐらいに終わって、うん、そこから浜崎さんに電話と行ったんだ、行ったの、うん、した浜崎さんともそのメンバーで合流して、はいはい、めちゃくちゃお酒飲んだんだけど、うん、浜崎さんがもう何だろう、超テンション高いのね、うん、もうそれで何つうの、あの人がさ、もう奄美テレビの人だから、はい、奄美中の人はみんな知ってるわけ、あでみんなが友達なの、うん、でなんかその歩くと、ああ、浜崎さんみたいな感じで言われて、その後に、あれなんかあいつの人がいるみたいになって、あ、花さん、明日、甘いの、あそこ、ライブだからとかつって、うん、ああ、写真撮ってくださいみたいなさ、写真撮ったりして、で、またちょっと歩くと、ああ、良平とかつって、で、花さんもみたいな感じで、で、これ、すっごいのよ。で、これで、ね、マジ選挙とか出れるんじゃないですかって言ったら、うん、いや、もうちょっとそれも考えてるんですよね、みたいな感じぐらい顔広くて、それで、すっげえ飲んで、めっちゃ飲んで、12時ぐらいに、までもうベロベロなぐらい飲んで、うん、そこから、今度その、一緒に浜崎さん飲んでた、奄美テレビの女性の福山さんっていう人が、もうものすっごい、もうベロベロになってきて、うん、私のおすすめの店に行きませんかみたいになって、うん、あ、常連のとこあるんです、とかって言うから、で浜崎さんも、いやだーって感じで、明日ライブなんだけどな、みたいな、もう12時だぜ、みたいなさ。それで、行ったの。そしたら、ここね、昨日、ドブロックの井口さんが、一人で飲んでました。とかって。え？昨日？そう。あ、だから、金曜日。井口くんは、前乗りの前乗りしてたの、一人で。そんな前から来てたんだ。そんな前から、釣りが好きだからね。へぇー。そうなんですね、うんで。そこでカウンターで一人で飲んで、でもみんな気づいたんだって、ドブロックさんじゃないですか。で、出口くんも面白いから、なんか金玉とか、はい、下ネタ好きじゃん。はい、だからなんか金玉食べたんだって、ヤギの。そこで。ヤギのキャン玉くださいみたいなこと言って。はい、で、それを、うん、なんか、出口さんが食べたんだから、花さんも食べなきゃダメなんだよ、この天気。それ誰だ福山さん。福山さんね、女性の。もう食べた方がいいですか、ヤギの金玉食いたくないんですけど。じゃあ、4人ぐらいいたから、もうちょっとこれ、うん、さあ店の人が、いや結構、うん、なかなかですよって言うから、ちょっとスライスして、はい、みんなで食べませんかっつったら、その奄美の人も、いや俺も食べたことないとかつって、食べてみますかとかして、うん、ヤギの金玉をねスライスしてたんだけどね、うん、なんかコリコリしてないんよ、なんか白子だもんね、そうそう、ふにゃってして、うん、それで酢醤油で、うん、食べるんだけど、ティッシュ食ってるみたいな。ティッシュ。それ茹でてあるんですか。なんと茹でてる。なんかもう本当ちょっとだけど。匂いは臭みはあ。まあだからそういうなんか精巣の匂いというか精子の匂いというか。へえ、うん。同じなんだ。精子来るんだ、ティッシュの食べてるから。やだ。やだそんな話。美味しかった、奄美の料理は。みんな美味しい料理いっぱい食べた。でも俺はその、使ってるシェフというか、さんにこれごま油だったらいけますねって言ったけど、あ、なるほど、ちょっと食べ方の頻度、あ、なるほどと、なるほどなるほどじゃない、もうそれいいっすね、変わるかもしれない、奄美の新しい珍味が加わるかもしれない。だから芸人さんの飲みたいとかって言うわけよ、その人たちが。それでもう、でももう、かわいそうじゃん、このテンションの付き合わせんの。はい、みんなさ。そしたら、ね、まあ、ウエストランドの河本に、はい、あいつがまださ、なんか、何軒も行ってるっていうから、河本に、まあ、今どこいんのって言ったら、スナックにいますとかって言って、はい、どこって言ったら、なんかスナックなんとかにいますって言うから、そこに、もう合流して、俺とそのみんな、あんまりテレビの人4人ぐらい、スナック入ったら、はい、そこに間と、うん、
河本とドブロック、ドブロックの、あの、森ちゃんがもうスナックで飲んでて、はい、で、もう全員で10人ぐらいで、もう合流して、もうカラオケ大会。ああ、楽しそう。地元のおばあちゃんとかと。で、もうみんな長渕。みんな長渕。長渕好きなんだ。やっぱり鹿児島だからね。ああ、そうそう。だからもう本当に、もう酔っ払っててさ、朝起きた時にもう自分で覚えてなかったんだけど、森ちゃんがさ、はいはい、なんかスナックのおばちゃんと一緒に、死にたいくらいに憧れたとかって歌ってる動画が出てきて、なんだこれなんだこれなんだこれ誰だこの人と思って。森さんが。うん。やばいね。へぇー。甘み濃い。楽しいですね。その、明日ね、はい、まあその、福山さん、甘みテレビの人とか、栗竹さんも、はい、明日、あの、また楽屋に行きますんで、うん、とかさ、あ、じゃあまた連絡くださいって、うん、何時の、2部に来ますとかさ。で、私もうずっとテンション高かった浜崎さん。浜崎さん何部でしたら、いや、僕は明日行けんとですって、去年の。あんなにみんなに宣伝してくれたのに。ちょっと愛犬がなくなりまして。いや、なくなった。それが。なくなった時に、その飲んでるんだと思ったけど。そのテンションで飲んでるの。明日、お葬式でして。急に、急に喪に服されてる。急に、そのテンションが。ごめんなさい。思い出したんだ。来なかった。来なかっただろうな。楽しかったよね、奄美。奄美ね、良かったですよ、ほんと。ねえ。料理も。だその、みんなで最初の宴会のところでも、三振持った方来てくれたりね。はい、でも店員さんも普通に踊ったりとかしてて、いいみんなでなんか大合唱とかしてたね。こうね、グーで手をグーでして、かわいい踊りね。かわいい踊りやってたみんなで。あれなんかやっぱり楽しいね。ああいう文化。そうだね。いいですよね、踊りのある文化ってね。やっぱ沖縄だから、やっぱちょっとわかる。ありますあります。はいはい、ありますよね。やっぱりちょっとお酒、必ずだって、そういう、なんか三振持って歌い出したりっていうのも普通ですもんね。もうしかも誰も知らない人、うん、一人とかで来て知らないのに、うん、もうそこで誰かが歌ったり、たりしたら踊るみたいな、もう当たり前のように道で踊ってますもん ね。すごいよね。すごいですよね、それってね。なんかすごいよね、奄美で。あと奄美の人だけなのか分かんないんだけど、はい、なんかこう流れ星がさ、あたりこうすけさんって奄美なんですよ。はい、あのつかみでなんかあたりこうすけさんのなんかことやったらさ、なんかあんまり受けてなかったの。うんうん、だから奄美の人ってあんまりこう合わせてもあんまりあれなのかな。合わせて来られるとダメとか。もう笑わないのかな。あんのかな、そういうの。うん。俺も、つかみで、はい。あいててててマングースに噛まれました、つって。いや、根絶してなかったのかな、って言ったけど。あんま受けなかったんだよ。最近ね、根絶したっていうニュースが。めっちゃ受けると思ったからね。まあ、そんな、俺たちだけなのかな、ニュース。合わせる時事ネタダメでしたね、合わせる時事ネタ。俺、拍手だと思ってたの、ここで。拍手笑い、これ。で、なんか、と思ってシーンだったから、なんかガクってなって、噛みそうになっちゃって、なんか。いやね、まあでも本当に、頭真っ白になっちゃって。だいぶプランが崩れて、ね、それ。ああね、本当いいとこで、ね、こすって。そうだね。難しいな。マングースがだから、奄美の黒ウサギとかを食べちゃってね。そう。それでだいぶ、減っちゃったから、もともとハブが多いでしょ。ハブの駆除のためにね。ハブの駆除のために外来種のマングースを連れてきたのに、今度クロウサギ食べちゃうから。ハブあんま食べないらしい。ハブを襲わないで、クロウサギとかね、そっちを、もう在来をどんどん食べちゃうから。でもハブを捕まえて市役所持ってくと3000円もらえたから、もうハブ取り名人がいっぱい、やっぱりいて、みたいなね。それでみんな、ちょっとこ小遣い、子供の頃から稼いでたっていう。言ってたけどね。あ、でもあそこだけめっちゃ受けたんだよ。はい。なんかエンディングで、あ、エンディングか、エンディングでさ、なんかなんか、中英が、そうそう、中英がなんか変なギャグみたいのを、はい。やるじゃん。はい。で、なんかシーンみたいになって、それに、ドブロックの江口くんが、なんか中英のギャグに被せたのね。はい。で、中英がなんか お客さんにケツを、お尻を向けて、はい。なんかやるみたいなギャグをやって、すごい、変な感じだったから、江口くんがさらにそれを下ネタで被せて、余計シーンってなったの。はい、それでなんか流れ的に、おい、河本、お前もなんかこれ空気どうにかしろって言ったら、はい、もう放送で言えないぐらい河本が、その、さらにお尻のとこに、もっと下ネタで。気合いな下ネタをやって、うん、なんか、シーンってなっちゃったのよ。はい、で、それ。あなたがやらせたんだよ。河本って呼んだあなたでしょ。で、その後に、すいません、ちょっと河本がビッグダディの真似をしてしまって、実は突っこけてまあ、それたくさんやったでしょうけど、みたいな。
奄美ビッグダディだけですよ、受けたのは。ビッグダディしか受けない。奄美しか受けない。奄美大島ビッグダディしか受けない。ビッグダディの下ネタのとこくらいしか受けなかった。なるほど、ね、合わせたのよね。合わせた結果はビッグダディを持ってる。下ネタは嫌いじゃないってことは分かった、ね、下ネタはね、うん、結構島はね、下ネタ好きだ。 島はねやっぱり島って子だくさんだしね、うん、そういうことだ。そういうことだと思うよ。島は離島は、うん、離島は下ネタ嫌いじゃない。キャンタも食べるし勢力つくんだから、そのために置いてるんだから、うん、キャンタも、まあ、下ネタ好きだよね。食べるよ。うん、そうですか。はい、失礼いたします。そろそろ行きましょう。 The Radio Show。 レイジーレジオショー、改めて本日もよろしくお願いいたします。お願いします。さて、番組では日替わりテーマでメールを募集しています。本日のメールテーマはこちら、日常ミステリー。はい、実は今日10月7日はミステリー小説のパイオニア、エドガー・アラン・ポーが亡くなった日にちなんで、ミステリーの日となっているそうです、ね、そこであなたの身の回りで起こった不可解な出来事や日常生活の中で納得のいかないエピソードを募集します、はい、例えばなぜか洗濯をしたはずの靴下が一足行方不明になってしまうとか、うん、冷蔵庫にしまったはずのプリンが跡形もなく消失した。ありますね。彼女の後ろ姿を見かけて声をかけたところ全く知らない女性が振り向いたなど、うん、あなたが体験した日常のミステリーを募集します、はい、さらに本日15時頃には番組から大切なお知らせがあります、はい、ぜひ最後まで番組を聞き逃しなく。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com、 rs@1242.com、 X は、ハッシュタグナイツザラジオショーをつけてポストしてください。ナイツラジオショーをつけてポストしてください、はい、メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペン、月曜日は赤色をプレゼントします、うん、メールには住所、本名、電話番号も忘れずにお願いします、はい、そして今日は田中美奈子さんがゲストです。ゲストへの質問や漫才協会ニュースに旦那の愚痴潜入への投稿もお待ちしています。それではナイツザラジオショー、この後3時30分まで生放送です、うん。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。まずは0120-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。カメラの北村の葛原です。どんなカメラも高く買い取ります。カメラの北村の大久保です。ただいまキャンペーン中です。出張査定で漏れなくクオカードをプレゼント。お電話は0120-157-999 157-999。出張買い取りはカメラの北村。山崎育三郎です。僕の番組アイアム育三郎から生まれた音楽イベント This is IK 11月23日土曜日本武道館で開催します。ゲストにロバート秋山隆二さん、生田リラさん、花房麻里さん、氷川きよしさんを迎えして究極のエンターテインメントショーをお見せします。4年ぶりの日本武道館、一緒に楽しみましょう。ミュージカルモーツァルト卒業スペシャルも開催します。This is IK 2024日本武道館、ただいまチケット先行予約受付中。詳しくは日本放送イベントホームページまで。お聞きの番組はラジオで聞いてもラジコで聞いてもザ・ラジオショーです。花輪信之、土屋信之、平野ノラ、この後3時半まで生放送。ナイツザ・ラジオショー。続いてはこちら、漫才協会ニュース。
一般社団法人漫才協会所属芸人たちの最新動向や最近活動が活発的になってきた部活動について紹介しています、はい、今日紹介するのは漫才協会ザ・ムービーでも密着されていました老舗の部活野球部です、はい、スタジオに来てくれたのはどうも漫才協会野球部の監督のナイツの花輪と申します。お願いいたします。監督なんですね。そう、花さん、うん、まあ、昔からもありましたマンキーズってありましたね、うん、まあ、僕も入ってますけど浅草マンキーズという草野球チームのずっと監督をやってきたというだからマンキーズってだからみんなで若手の時作ったよね。 それが多分一番最初だよね、はい、それでなんかあのニューヨークヤンキースでマンキーズで、うん、漫才のマンで、はいはい、でその一番最初にユニフォームを作った時はアスレチックスという緑のやつね、緑のやつを、うん、まあ、作って、うん、で結局、まあ、漫才協会のメンバーで野球やりたいよねって話から、うん、あのまずチーム作ってあのユニフォームを作んなきゃいけないということで、はい、SP クイックっていうね豊島区にねユニフォームを作る会社があってね、うん、そこに何回も行ってね、はい、それで本気トンクのトシさんとね、うん、で作ってユニフォームを作って、うん、すっごい思い入れがあるユニフォームだったんだけど、はいはい、なんか一昨年ぐらいにお盆師匠が、うん、なんか新しいユニフォームにしましょうって勝手にちょっと作り始めちゃって、うん、で俺が結構本当にお盆師匠に怒ったっていう話でお盆師匠がなんかお前全然来へんからなあ野球部なあとかってこっちは一生懸命やっとんねんって言ったけど俺が作ったのになって思いながらちょっとそこで意味わかんねえなこれちょっと思ってもともとの歴史知ってんのかなみたいなとこはいろいろあったんですけども、ね、ちょっと乗っ取られた説ありますからね。お盆師匠に来ない部員さんに勝手にお盆師匠からあの LINE グループ外されたことあるんですよ。返事をしないあのスケジュールの参加不参加に返事をしなかった人が一気に外されましたね。信じられないでしょ。 LINE グループ一気に退会させられました。これ我々が億万とか我々が作ったんですよ、漫才そういうの全部もうお盆師匠が独断で今やってます。やっちゃってる。完全に乗っ取られてます、ね、乗っ取られてるんですけど、はい、でもまあたまには行かないきゃいけないってことでこの前も行ったら、はい、まあ、昔のマンキスとはだいぶメンバー違っていまして、はい、まあ、お盆師匠もピッチャーで投げるし、うん、あのキャッチャーも今爆弾世紀末の藤崎っていうね、うん、もうすっごいいいキャッチャーがいて、はい、今のマンキスはね結構強いですよね。でお盆師匠も75歳ですけどもうカーブ投げたりするから、ね、いやすごいよねお盆師匠。そうなんですか、うん、カーブを。だからねやっぱ漫才協会のこの野球やってるといろんなところとつながりができるじゃないですか、はいはい、でこの前あのなあの中村、うん、あの三田佳子さんの、うん、ね中村橋之助さん、橋之助さん、うん、橋之助さんのあの三兄弟いるでしょ、はいはい、三田佳子さんちの息子さんの、はい、あそこと対決してさ、うん、そうだよ、うん、で今度じゃあ歌舞伎、はい、見に行ってくださいよって言うから、あもうぜひ歌舞伎行きたいですっつってさ、チケットさ、うん、あの中村その3兄弟からさ、うん、買ったんだよ、うん、じゃあここに振り込んでくださいって言ってさ、俺初めて中村芝翫さんにお金振り込んだからさこういうシステムになってんのあそうなってんの、うん、そうだよ、もうそのつながりもできるから、すごいですね。あとね三田寛子さん俺好きだし、はい、うん、俺好きだし中国が一番聞いてたけどね、その息子たち熟女好きとしてね、うん、熟女好きとしてね、渡辺裕太君と同じだ、神だからね神だよ、本当に。でも昔はね、結構漫才協会のこのマンキースは、うん、結構積極的にやってた時はいろんな、そう、なんか漫画家さんのチームとかと試合してるよね、へー、うん、ホワイターズね、でそれね、練馬区でね、はい、あの それも大変だったんだよ、練馬区のさ、うん、あの10人以上練馬区民の人の住所を集めて、今みたいに SNS とかさそういうのないから、はい、もうデジタルじゃないから、はい、全員のまず免許証とか住民票を一人一人借りて、うん、で市役所に行って、うん、それが受理されたら初めて、はい、その団体登録みたいなのができて、はいはいはい、でそこで野球ができるようになると、うん、でそこで野球がまあできるようになるでしょ、うん、でそこを俺全部一人でやって、はい、でユニフォームもやって、うん、で今度道具とかさ、うん、そういうのを持ってこなきゃいけないじゃん、はい、すると俺が球場の家の近くだったから、うん、俺が家から金属バットとかそういうのを大体道具はね、あの家近いから花さん家に預けてっつって、うん、みんなもう置いてったからね。で審判がいないでしょ、審判協会に
電話して、審判手配しなきゃ、うん、それで審判手配とか忙しいから忘れるじゃん、うん、たまにみんなから、うん、なんで忘れるんだみたいな顔されるのよ、うん、意味わかんないの。でお金を全部そのみんなから徴収して、で後でこう審判にお金払ってやる、うん、であと打順も早く決めてくれみたいな顔するから。じゃあのなんか打率入れてなんかそのサイトを作ってたでしょ、なんか、ね、それはもう俺はそれが好きでやってたから、ね。あれが生きがいだったんだよね、あれね。そうなんですね。パソコンでね、行くぜっていうね、無料のね、あの、草野球のチームを作れるサイトがあったの。それでバイキングの西村くんに作り方を教えてもらって、彼はソニーの草野球チームの作ってたのよ。夜勤のバイト中に全部ノウハウを教えてもらって、ここに数字打ち込むでしょ？そしたら、そしたら更新って置くと打率が全部出るんだよ、つって。それをマンキースの試合が終わった後にみんな飲み会とか行くじゃん。俺はもう家帰って、今日の4打数2安打とか打ち込んで、いや、今この人打率6割とかっていうの出るのが楽しみでしょうからか。へぇ、そう、それ俺好きだったのよ。で、それをプリントアウトしてみんなに、ほら、今、俺だからとかって言うんだけど、俺の友達で漫才協会の芸人でも何でもなくて、岩本くんっていう子がいたんだけど、その岩本くんだけがもう異常に野球が上手いわけよ。でピッチャーとバッターの二刀流だったんだけど、あの、ほんと大谷ぐらいの12冠とかだったんですよ、岩本くん。へぇ、すごい。出塁率、ホームランとかも全部、そういうのつけてさ、やっててさ。まあ、まあ、だから、月に2、3回はやってましたよね。今はそういう打率とかはつけてないのかな？つけてない、つけてない。ね。スコアラーとかも誰もいないから、そうなんだ。で、その漫画家さんの、千葉哲也先生ってわかります？わかります。明日の上階で、はい。千葉哲也先生のチームが、要するに練馬にあるわけ。うん、で、ホワイターズっつってさ、漫画の修正するときにホワイトっていうね、あれでホワイターズっつって、編集者の人とか漫画家の先生が、なの。で、一番バッターが、ついでにトンチンカン書いた遠藤小一先生が、一番バッターで。すごい。で、それも俺たち顔わかんないから、おい、小一打てとかつって、あれ、遠藤小一さんかなとか言って、全然な気づくわけよ。で、4番が、千葉哲也先生。でも当時でもう70歳ぐらいだったよね。そうだね。ちょっとおじいちゃんで。うん、それで、あの、絶対に千葉先生に、あの、当てちゃダメだよって。もうそれ分かってるでしょって、ね。インコースとか攻めちゃダメだよって。それはもう言うじゃん。ピッチャー億万っていう芸人だったんだけど、はいはい、億万がテンパっちゃって、あの、手に当てたらダメですよね、漫画家だから。絶対手なんか当てちゃダメだから、したら、思いっきり頭に当てて。プレッシャーでやっぱ、イップスみたいになっちゃって、そっからね。そっからもう投げれなくなりました、ね。そうですね。千葉哲也先生の頭に億万がぶつけた時。そうだね。すっごいダメですよ、ね。これは。すごい空気だったもんね。本当にダメです。だから。そうですね。そういうね、ピリピリする相手ともやる。ことね、ありましたけれども。そういうことです。まあ、漫才協会野球部。ね、まあ、今も、まあ、お盆師匠中心にやってます。やってます。はい。さて、ラジオを聞きの、で、草野球チームの活動しているという方。はい。の中で、マンキスと対戦したいという方がいましたら、ぜひ番組までご連絡ください。はあ。チーム名とチームの PR、代表者のお名前と住所、電話番号を書いて、rs@1242.com までお願いします。ラジオショーの生放送もありますから、おそらく平日の早朝に、都内で対戦ということになると思いますが、四国でお聞きの方は、東京に来ることあったら、ぜひ、ね。愛媛はさすがにきついな、はい、朝、愛媛でやって。愛媛でもやってみたいけどな。ナイターだったらいけないことないから。ナイターね、いいですね。たくさんのお申し込みを待ちしております。そして、ここで漫才協会今回からの情報とプレゼントのお知らせです。10月1日から2025年漫才協会カレンダーが発売されております、はい。今年は花輪監督作品漫才協会ザ・ムービーの公開を記念して所属芸人たちが好きな映画を紹介するという内容になってます、はい。一番多かった作品がノーデータというミステリー、あのアンケート答えなかった人ですね。ノーデータでね、あれでわざわざ空欄にすればいいのに、なんでノーデータって書いてあるんだ。大空球児ノーデータになってます。ノーデータですね。1月が、ね、2025年漫才協会今回カレンダー、私の好きな映画はこれだは、東洋館の売店だと1000円でお求めできます、はい。通販は送料込みで1350円、すでにゲットして SNS に東洋館の割引券もついてきて、こんなお得なカレンダー見たことないと絶賛している人もいるようです。はい、はい。ここで漫才協会ニュースへタレコミを一通紹介しましょう、はい。いつも漫才協会を取り上げていただきありがとうございます。事務局の空です。あ、空さん、今年も来年度のカレンダーを発売しましたが、実は去年も好評で用意したのが600部がすぐ完売しました、ね。ところが協会のグッズ担当理事である U字工事の益子太郎さんに、益子さんに、益子さんに伝えたところ、じゃあ1000部
増版でいきましょう、増刷で、うん、増刷でいきましょうという指示がありました、うんうん、その言葉通り増刷して追加販売したところ、時期も年末だったせいか、うん、ほぼそのまま売れ残るという事態が発生してしまい、うん、事務局では処分に困りました。今年はほぼほぼの部数で販売をいたしますので、うん、皆様よろしくお願いします。そうだね、だからちょっと時期が年末過ぎたんで、そうだね、全部追加したからね、去年のやつをそのタイミングで出るのはやっぱ今だね、うん、グッズのこの数とか難しいんですけど、難しいですね、塩梅が。ちょっとね、我々協会も実費で購入する、この満強カレンダー2025年を、今日はラジオショーを聞きの方の中から抽選3名様にプレゼントします、せっかくなので漫才協会へのご意見や知った激励などもお寄せください。受付メールアドレスは rs@1242.com です。それでは来週はどんな部活動が紹介されるのかもお楽しみに。以上、漫才協会ニュースでした。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので、確認はとても大事です。また、他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずは、あなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。拓亮建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。カモン達夫、鉄腕の友、アメミヤ、ドブロック。報復絶倒の歌ネタライブ、歌ネタ四重視爆笑ロマン飛行2025。来年1月25日土曜日、中野ゼロ大ホール。お問い合わせは 03-3355-3553IS まで。時刻は1時47分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク遠藤さん、お願いします。はい、お伝えします。石破総理大臣は今日、自身が代表を務めた政治団体による政治資金パーティーをめぐり、政治資金規正法違反の疑いで告発されたことについて厳粛に受け止めるとした上で、今後訂正されると述べました。政治団体水月会をめぐっては、神戸学院大学の上脇博史教授が今月3日東京地検に告発状を出しました。それによりますと、石破総理らが代表を務めた水月会は、2019年から21年に開いた政治資金パーティーで、収支報告書の収入に合わせて80万円分少なく記載したとしています。そんな中、石破総理の所信表明演説に対する各党の代表質問が今日午後、衆議院本会議で始まりました。内閣発足後の初の国会論戦で、与野党は今月15日に公示される衆議院選挙を睨み、主張を展開します。トップバッターで質問した立憲民主党野田代表です。裏金議員の公認非公認について。追加非公認となるのは、高木元国対委員長、萩生田元政調会長、平沢元復興大臣、三林衆議院議員の4人です。相当程度に非公認が生じるのではなく、大半が公認されるのではないでしょうか。大雨ではありませんか。この大雨を基準にしてるから問題がおかしくなってるんだと思います。自民党が4月甘い処分で幕引きを図ろうとしていたときに、総理は声を上げ異議を唱えることはありませんでした。なぜですか。お答えをいただきたいと思います。代表質問はこの後、自民党の小野寺政調会長、
立憲民主党の吉田晴美議員、日本維新の会の馬場代表、共産党の志位前委員長、国民民主党の玉木代表と続きます。新品のスマートフォンの価格が円安や原材料の高騰で高止まりする中、今年度の中古スマホの販売台数が6年連続で過去最高になるという予測が示されました。民間調査会社の MM 総研によりますと、今年度の販売台数は昨年度に比べ 15.5% 増えて315万台になる見通しです。販売台数は今後も伸び、2028年度には438万台に達すると見ています。おしまいに、アメリカメジャーリーグのプレーオフは6日、ナショナルリーグの5回戦制の地区シリーズ第2戦が行われ、第1戦を制したドジャースの大谷翔平選手はパドレス戦に1番指名打者で出場し、相手の先発のダルビッシュ投手に封じられるなど4打数ノーヒットでした。今シーズンのポストシーズンで初登板となったダルビッシュ投手は、7回を3安打1失点で勝利投手となりました。試合はパドレスが10対2で勝ち、1勝1敗に持ち込みました。この時間のニュースは以上です。遠藤さん、ありがとうございました。天下無敵のノックアウトボイス、真田直樹コンサート2025、1月5日日曜日、レイボックホール埼玉市民会館大宮、チケットは 022-222-4997 世界芸能まで。世界芸能オンラインショップもご確認ください。ミステリーということですけども、はい、行きましょうか。はい、ラジオネームすべすべまんじゅうガニさん、はい、車を運転していると狭い道に限って対向車が来るのが偶然だと思いますがミステリーです。なるほど、狭いとこに行った時ほど対向車が来るような気がすると、普段全然車通らないところでもね、もう待ってんじゃねえかっていうくらい。そうだね、もう絶対にお前が下がれよっていう車あるよね。あります。こっちかな。ありますよ。そっちじゃないかなっていうね。向こうもそう思ってるような顔してるからね。顔してる、しょうがないね。そう、で普段こうね反射で見えないのに、そういう時ほど顔が見えてる。いや、そうなんだよな。車の人はね、はい、ちょっとあるあるですけど、まあまあ、はい、メール読みましょうかね。はい、ウォッチャーさんです。私の髪型は丸坊主なんですけど、何度か自分の部屋で5センチ以上の髪の毛を見つけたことがあります。部屋に人を呼ぶことがないのに、もっと長いロングヘアが見つかったこともあります。どこかで衣類などにくっついていると思いますが、いつどこから持ち帰ってしまっているのか、不思議だよね、そう考えるとね、謎です。髪の毛以外の毛の可能性もまあもちろんあるでしょうけど、こんなのだってね、奥さんとかだったらね、はい、何って言われちゃいそうだよね。そうですよね。なんなら証拠だみたいな感じでね、言うことあるけど、そうか。だから、そうね、邪魔とかだったり。すごい時代になったら、もうそのピッつって、その人、それが特定できる。すぐに、もう遺伝子で調べられる。調べられるね。うわ、怖いわ。時代にはなるかもしれない。本当だね。テーブルの上に陰毛も結構びっくりしません。テーブルの上に、それはびっくりしますよ。びっくりしますよね。あれ風でそんなんですよね。ナイツザラディオショー。続いてハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、久米さん、はい、お願いします。はい、お伝えいたします。横浜今27度、少し曇っています。少しずつ秋の気分になってきましたが、箱根仙石原のすすき草原は今見頃を迎えています。標高700メートル、神奈川の景勝50選にも選ばれているすすきの名所です。山裾の斜面を覆い尽くすように広がっているすすき草原の中央には散策することができる遊歩道があります。歩いている途中は背丈を超えるほどのススキの穂に囲まれる時もあります。少し上の方に登って下を見下ろすと一面のススキの海になります。銀色のまたは黄金色のススキは波のように見えたり、キツネが行進しているように見えたり、太陽の光に輝きを増して風になびいて圧巻の美しさです。バスで行かれる場合は湯本から向かって、または桃源台から向かって仙石高原下車となります。
見ごろは11月下旬までと言われています。あ、失礼しました、11月上旬までと言われています。秋晴れの空の下、ススキをどうぞお楽しみください。以上、横浜のスタジオより久米千恵がお届けいたしました。吉田さん、今日のメールテーマが、はい、日常で生活した不思議なことなんですけど、何かありますか？あの、ふっと気がつくとあざができてることとかあるんですよ。何だろう、何にもどっかでぶつけてんのかな。そう、ぶつけた覚えもないのに膝に大きなあざができてたりとか、なんかでぶつけたのか酔っ払ってるのか、それ以外だと何なんで、怖いですね。怖いですね、もう全身あざだらけって感じですか？いや、そんな感じで、そんな、そんなに暴力を受けたような覚えはないので、ね、気をつけてください、はい、本当に、はい、ありがとうございました。森山良子コンサートツアーマイストーリー、2025年3月12日水曜日、神奈川県民ホールで開催。2025年3月末で休館となる神奈川県民ホールでの最後のコンサート、歴史的瞬間にぜひお立ち会いください。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、お願いします。はい、お伝えします。関越道が事故のため渋滞しています。関越道は新座料金所付近で大型トラックなど車3台の事故のため、上り線は2車線が規制されていて5キロの渋滞、下り線は1車線が規制されていて3キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。4号線の上りは外苑で2キロ半渋滞しています。3号線の下りは大橋ジャンクションで1キロ、三軒茶屋で1キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の甲州街道の下りは府中市本宿町2丁目でワゴン車の事故のため流れが悪くなっています。日本道路交通情報センターの原でした。原さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時55分頃お届けします。はい、さあ、今日はメール、はい、日常のミステリー、はい、見ますね。シナモンパパさんです。はい、我が家の食器棚の一番上にある大量のタッパー、うん、大中小といろんな形と大きさのものがあるんですが、うん、蓋と容器が合わないものがあります。たまに暇な時にタッパーのお見合いをするのですが、合わない容器と蓋が必ず出ます。うん、合わないものを捨てて新しいものを買ってくるんですが、同じことの繰り返しです。一体誰が何のために我が家のタッパーにいたずらしているのでしょうか。不思議でなりません。何してるのかな。蓋なしでどっかに保存しているものがあるんじゃない。そうかもしれない。小物入れみたいなのを使ってたりとか、重ねがちだからタッパーってね、洗う時ねバラバラになるから、やっぱどうしてもそのまま置いとくとね、しばらくすると合わなくなる。一体その違うやつをもうセットだって決めちゃったことがあったんだと思うよ。なんか靴下とかでもちょっと違うのに、はいはいはい、もうこれでお揃いだって決めちゃってから、はい、その組み合わせが生まれちゃったことで、そこからもう全部おかしくなっちゃったんだと。俺も黒い靴下がもう絶対ちょっと違うじゃんっていうのもう分かんなくなっちゃって、一緒にしてから全部おかしくなった。全部おかしくなっちゃった。でもそれをじゃあ見つけて、じゃあバラバラにして置いとく。でもそれがまた次出てくるかまで待つのか分かんないよね。それがその間のもう気持ち悪いしね、捨てちゃってるかもしれないしね。それはボタンの掛け違いという感じですかね。あるね、分かんなくなっちゃうよそれは。同じやつだから。いつもそのなんかタッパーといえばご飯をね、はい、あの余ったりとかおかず余ったりとかした時に、はいはいはい、タッパー大中小に入れる時あるんだけど、はい、その選ぶ大中小、はい、間違ったことない。これいつもぴったり。そこ俺特技、俺特技。ゼバンの坂井雅人みたいな。俺絶対絶対合わせる。俺の量完璧に合わせられるみたいな。ライブアズマ2024、福島のアズマ球場で行われる福島最大級の音楽フェスティバル、3回目となる今年は10月19日土曜、20日日曜に開催。豪華アーティストが集結。詳しくは公式サイトを今すぐチェック。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。もしもし母さん、10月10日って何の日か知ってる？え、知らないの？窓ガラスの日でね、窓をエコガラスに変える省エネリフォームが国からの補助金でお得にできるんだって。まだ間に合うみたいだから、板ガラス協会エコガラスで検索してみて。ベリーベスト法律事務所より
集団予防接種により B 型肝炎ウイルスに感染した皆様へ、昭和16年から63年生まれの方を対象とした最大3600万円の給付が現在行われています。給付対象のご確認は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。カメラの北村の葛原です。どんなカメラも高く買い取ります。カメラの北村の大久保です。ただいまキャンペーン中です。出張査定で漏れなくクオカードをプレゼント。お電話は 0120-157-999。